ちょこちょ。はい、というわけでね、ホテルに帰ってきてシャワーを浴びてきました。いや、今日はいろんなことがたくさんありましたけどもですね、あの中国のホテルについて調べてみました。まずはですね、チップ、このチップというのがなかなか大事な部分でして、とある国ではこうチップっていうのが当たり前の文化になってて、例えばベッドの上に置いてあった普通に自分のお金だったり私物だったりを勝手に持ってかれちゃったりするということがあるらしいです。チップとして置いてあったんだろうなとか、でそういうのって日本だったら誰が取ったんだろう、誰が掃除したんだろうとか調べるじゃないですか。そういうことしないとか、なんか普通にハワイとかそういうところでもグアムとか聞いたことありますね。まあそういうことはですね、実は中国ではないそうです。あのチップ制度というのが基本的にないので、その辺は心配しなくていいということでした。であとはレストラン、まあ僕も今日行ってきましたけど、レストランのチップももしかして僕忘れてたのかなと思って、失礼なことしちゃったなと思ったら、そういう文化も今のところはないそうです。なのでその辺は安心してください。はい、でね、あとね、あのトイレ、俺聞いたことがあったのが、トイレとかって基本なんか髪流せないとかもうすごいよく聞くんですよ。でまず髪がないっていうのがあるらしいです、今でも。でそのトイレの文化についてはすごくあの昔から、まあ日本もそういう時期あったらしいですけど、あのトイレがこうあるじゃないですか、もうこういう式っていうんですかね、そういうのなしで、もうなんかニーハオトイレだっけ、ニーハオトイレとかいうのがあったらしいです。もう普通にこんにちはみたいな、普通に俺らからしたら考えられないと思うんですけど、逆に中国の人からしたら裸でみんなでお風呂に入るっていう銭湯の文化っていうのが変らしいですよ。だから文化ってあながちそういう間違いとかではなくて、そういう文化で、例えば自分たちが生まれた時からね、どっか公衆の、ね、トイレとかで使う時に初めからトイレがなかったりしたら不思議に思わないのと一緒ですよね。そう、なんか食卓に納豆が出てきて、別にまあ食べれない人もいるけど、それが普通だったらそれが臭いっていちいち思わないのと一緒ですよね。というわけで、まあ、そういうなんか文化とか、まあ、あるので、いまだに、うん、そういうところはあるらしいです。でね、紙が備え付けのものがホテルにもしあればそれは流せるということでした。なので心配しなくていいと思います、ホテルの時はね。ただ紙がないところとかはその流せる紙じゃない場合があるらしく、そういう時はやっぱり気をつけた方がいいっていうか、まあ備え付けのこういうゴミ箱があるんでそこに捨てるらしいです。僕ね、あの実は昔新潟のスキー場でバイトしてて、まあリゾートバイトってやつですよね、住み込みので、そこで働いた時に、あの結構こう土日とかで春先とかもすっごいやっぱ人来るんですよ、中国からも来るし。でゴミ箱がなぜかいっぱいになってる時があって、で僕あの女子のスタッフがちょっと忙しい時とか代わりに女子トイレとか掃除するんですよ、お客さんいないことを確認してから。時になんかね、てんこ盛りでね、あの流せるのに流せないと思って中国の方がそのおむつ入れに全部こう入れとくんですよ。だからちょっとね、そういうショッキングな時もありましたけど、うん、まあ基本的には流せるそうですね。まあ、あの中国も今トイレ改革で頑張ってるらしいので、その辺ね、もし旅行に来る方いたら心配せずに使っていただければなと思ってます。でね、ごめんなさい、ちょっとさっきからずっと気になってたんだけど、なんかね、ここ14階なんですよ。なんでこんなね落とすんだろうなと思ったら、なんかそこ遊園地があって、ちょっとしたディズニーなんですよ。あそこ見えますか、ほら、ここがなんかパレードやってて、なんか普通になんかめっちゃ歌うまい人の声が聞こえて、ここ14階なのになんでと思ったら、多分そのせいですねまあちょっと行ってみたい気もするんですけど、僕もあの飛行機、中国の飛行機に乗った時点でちょっとしたあのジェットコースター気分だったんで、ちょっとそれは、うん、やめとこうかなっていう感じです。いいですね、なんか高いお金払って泊まってる人みたい。全然高くないです、ここ人1泊4000円とかじゃないですか、全然高くないですよ、ね、あ、綺麗なビルだ、なんか何個か電球切れそうですけどまあそんなところに泊まってます。というわけで
最後まで見てくれてありがとうございました。まあ、中国に来る時があったらね、そういうのも準備してきたらいいかなと思います。それでは、あ、トイストーリーの壁でした。じゃあねー。